長、最近は元気に過ごしていますか？ゼーレはソルトレイク基地でいろいろ勉強して充実した日々を過ごしています。最近やっとみんなの役に立てるようになってきました。でもまだまだ頑張らないとですね。昔は誕生日になるとみんながいつもサプライズを用意してくれました。今年はゼーレがみんなのために何かしたいと思います。だからレシピを見てクリームケーキを作りました。見た目は少し変わってるけど味は大丈夫です。館長にもプレゼントを用意しましたから、会う時にまた渡しますね。そういえば買い出しの時に線香花火を買いました。今夜時間があったらゼーレと一緒に花火をしませんか？誕生日はみんなと一緒に過ごしたいです。ゼーレより。こんなに書いておいて全然要点を書いてないじゃない。見てる方が焦るわ。館長、どんなに忙しくてもちゃんとゼーレの相手をしなさいよ。ゼーレは何日も準備してたんだから。約束を破ったらどうなるか知ってるはずよね。